プロデューサーさん、お疲れ様です。今日はいいお知らせがあるんですよ。そうなんですよかったですね。詳しくは社長さんから聞いてください。あ、そうだ、ちょっと待ってください。この前お姉ちゃんから恋愛映画のチケットを2枚もらったんですけど、よかったら2枚ともプロデューサーさんにプレゼントします。面白そうな映画だなぁとは思うんですけど、恋愛映画ってなんだか照れちゃってもしナムコプロの子が出てるんだったらとっても楽しく見ちゃうと思いますけどね。そういうわけなので遠慮なくチケットもらってください。はい、いってらっしゃい。よし、伝言もちゃんと伝えられたし、チケットも渡せたし、お掃除頑張ろうっと。は？そういえば、あの映画っていつまで上映してるんだっけ？お疲れ様です、プロデューサーさん。気にしないでくださいね。勝負服はまたの機会に。期限の切れた映画チケットか。実にセンチメンタルだね。私も若い頃はよく映画を見に行ったものだ。そう、あれは40数年前のこと。その通りだ。先ほど先方から連絡があってね。あのドラマ、セレブレーションだが。桜森かおりくん、馬場好美くん、北上麗華くん、豊川風花くんの4人が見事主演を射止めたそうだ。それだけではない。ドラマの主題歌をその4人で歌わせてほしいという君の要望が通った。君のパッションに心打たれたと局のディレクターが言っていたよ。よくやってくれたね君。それから百瀬莉央君も無事に希望の役に合格だそうだ。彼女たちなら面白いドラマにしてくれるだろう。今回もプロデュースよろしく頼むよ。
本当だ。イラスト付きで可愛いサインですね。あかねちゃんのプリン特別美味しいです。プロデューサーさんも一口食べてみますか。無事にオーディションに受かってよかったわ。とっても面白そうなドラマだもの。主人公の4人はルームシェアをして一緒に住んでいるごくごく普通の女性たち。それがある日、ひょんなことからセレブパーティーへの招待状を手に入れて、パーティーにふさわしいセクシーな自分になるために頑張るお話でしたよね。私が演じるこの身はバリバリのキャリアウーマン。元会社員として演じがいのありそうな役ね。私はこの身と同期の香織を演じるんですよね。流されやすいところとか少し似ているかも。今回のドラマで一番気に入っているのはセクシー&アダルティがテーマってところ。まさに私のためのドラマよね。いつも以上にセクシーを磨かなくちゃ。セクシー、ちょっと恥ずかしいですけど、ダメらっていてはダメですよね。アイドルですもの。あとでリオちゃんに教わらなくちゃ。このみさんも相談に乗ってもらえますか。もちろん。一緒にコスメでも買いに行きましょうか。私は看護師の風花って役なんですよね。元看護師の経験を活かせるといいなって思います。でもセクシーな自分を目指すドラマか。やっぱり衣装もセクシーなんですか。そうですよね。よかった。楽しみにしてます。普通の清純な衣装。私は大学生のレイカを演じるんですね。とっても普通そうな女の子で、撮影楽しみになっちゃいます。そういえばレイカちゃんって大学生なのよね。ちょっと意外な気がするわ。お仕事のない日は元気に大学通ってますよ。昨日は授業の後、お友達とカフェでテスト勉強をしました。まあみんな同じなのね。私も学生時代はよく友達とカフェに集まって勉強していたの。でもいつの間にかおしゃべりに夢中になったりして。キャンパスライフって感じでいいですね。看護学校も楽しかったけど実習は大変だったな。看護学校か、未知の世界だけど。そうよね、風花ちゃんは看護師さんだったわけだし。考えてみれば私たちって意外とまだお互いのこと知らないのかも。そうですね。でもこれからは一緒にドラマを撮るんですから、たくさんお話できるかなって。それなら私、すっごくいいことを思いついちゃいました。はい、
ームでは4人でルームシェアしてるんですよね。じゃあ私たちも私の家でルームシェアしちゃいませんか？ルームシェアって4人でレイカちゃんの部屋にそんなに押しかけていいのかな。そうですよね。それじゃあ10年くらいみんなで一緒に暮らしましょう。それがいいわね。じゃあレイカちゃん、みんなクランクインまでの短い間だけどよろしくね。はい。入れる袋はどれでしたっけ？ああ、それならこっちよ。片付けても片付けても終わりが見えないわね。フレーフレーみんなどんどんパフパフ。応援するのってやっぱり気持ちがいいですね。プロデューサーさん、来てくれたんですね。ありがとうございます。レイカちゃんの部屋が4人で住むにはちょっと散らかってるから大掃除をすることになったんです。けど私たちだけじゃ今日中に片付け終わらなさそうで、手伝ってもらえないかなと思って電話したんです。あ、ごめんなさい。実は電話中に床に脱ぎ捨てられていたレイカちゃんの服を踏んで滑っちゃって、それでスマホを落として切れちゃったんです。でも心配してくれてありがとうございます。お掃除リューサーさん、よろしくお願いします。ちなみに私は応援係です。外にいてもらった方が。
ピッカピカですね。こんなに綺麗なお部屋、お引越しの時以来かもです。お掃除お疲れ様。それじゃあ晩ご飯の用意をしましょうか。材料は用意してあるわ。今日の献立はカレー。それから一人一品料理を作るの。プロデューサーも食べてくでしょ。カレーなら好みお姉さんに任せなさい。まずは玉ねぎから。さあザクザク切るわよ。私はタイのカルパッチョを作ろうと思います。白ワインや日本酒によく合うんですって。私は具沢山の茶碗蒸しにしますね。トロトロにしてお出汁もたっぷり効かせて。じゃあじゃあ私は冷蔵庫の余り物をポポイポイって炒めようっと。シェフ北上です。レモンに梅干し、黒酢にブロッコリーと納豆、それからそれから。それじゃこれからクランクインまでの共同生活よろしくお願いします。乾杯。乾杯。そうでしょ、大人の味たっぷり楽しんでちょうだい。知人に教わったソースのおかげですね。お口に合ったみたいでよかったです。おかわりもありますからどんどん食べてくださいね。それにしてもみんなの料理本当に美味しい。ついついお酒が進んじゃいます。ありがとうございます。やっぱり料理は火力が大事なんですね。それで誰の料理が一番美味しいですか、プロデューサーさん。いい質問ね、レイカちゃん。この際だからはっきりさせてもらいましょう。もうプロデューサーじゃん、ごまかさないでください。プロデューサーさん、お水です。これを風花ちゃんに。ありがとうございます。プロデューサーさん、優しいですね。おはよう。
低血圧で朝は弱いのよね。それより香里ちゃんと風花ちゃんを迎えに来たのよね。それはダメよ。今の香里ちゃんはちょっと見せられない格好だから。全然ダメみたいなの。というわけで、もうしばらく準備にかかりそうなんだけど、大丈夫かしら。ええ、今日は公園に出かけてバードウォッチングをしてくるとか言ってたわね。本当にすみませんでした、プロデューサーさん。はあ、誰かに起こしてもらわないとダメだなんて、もう大人なのに恥ずかしい。でも寝ぼけちゃってる香織さん、ちょっと可愛かったですよ。もうやめて、風花ちゃん。あ、それはきっと私が風花ちゃんにいろいろお世話になったからだと思います。乳液も化粧水も風花ちゃんのですから、とっても肌に馴染んで。後で教えてね、風花ちゃん。はい、おすすめですよ。あ、乳液の方は売ってるお店が少ないから要注意です。あ、やっぱりわかりますか。はい、今日は風花ちゃんに編んでもらいました。香織さんの髪すっごくサラサラなんですよ。羨ましいな、私はクセっ毛だから。あら、風花ちゃんの髪だってとっても素敵じゃないかしらね、プロデューサーさん。やっぱり一緒に住んでみると全然違いますね。お話もたくさんできるし、何かこう、みんなのことすごく身近に感じます。このみさんやれいかちゃんとも仲良くなりましたよね。ルームシェアやってみて本当に良かったです。そうそう、昨日もプロデューサーさんのお話でとっても盛り上がったんですよ。香織さん、その話は絶対に内緒だって言ったじゃないですか。あ、そうよね。すみません、
プロデューサーさん、今のは忘れてください。あ、そろそろイベントの時間です。それじゃあプロデューサーさん、行ってきます。すみません、プロデューサーさん、行ってきます。物語は香りのモノローグから始まるんですよね。曲で言えば前奏のようなもの。頑張って演じます。人生にドラマみたいなことなんて起こるわけがない。なぜなら私はごく普通の人間だから。容姿も学歴もおおよそ平均程度。たまたまそれなりの会社へ就職できたけど、ただそれだけ。人並みの恋愛経験を通して気づいたことがある。それは白馬の王子なんて迎えに来ないということ。とはいえ別に悪くはない人生だと思う。夢を見ることは忘れてしまったけれど、人生にドラマみたいなことなんて起こるわけがないのだから、とそう思っていた。そう、あの日までは。わー、香里さん、ナイス普通って感じでした。とっても面白かったです。そうかしら。ありがとう、レイカちゃん。香里のことちゃんと演じられそうな気がしてきたわ。次は好みのキャリアウーマンっぷりを表現するシーンね。見てて、プロデューサー。私も台本はしっかり頭に入れてきたつもり。最高にセクシーな助演女優を目指すわ。この企画書、今のままじゃダメね。もっとインパクトのあるものに作り直してちょうだい。いい？今度のプレゼンは我がミリオン商事にとって非常に重要なものなの。気合を入れなさい。あら、電話が。はい、もしもし。え、また総務二課でトラブルですって。だからそれ私の担当じゃないって言ってるのに。なあ、もうなんとかするわ。ちょっと待ってて。はあ、頼られるのは嬉しいけど、今日も終電で帰ることになりそうね。このみ、今日暇だったら合コン来ない？今回のメンツはなんと弁護士なのよ。いいよ。こまえのニートしかいない合コンで懲りたのかと思ってたわ。まさか、いい男を捕まえるその日まで私は諦めないわよ。すごい、このみさんのちょっとくたびれた感じの演技、リアリティたっぷりでしたよ。ありがとう。会社員時代のことを思い出しながら演じてみたんだけど、正解だったみたいね。似たようなことたくさんあった気がするわ。もう会社ごとなくなっちゃったけど。あ、そうなんですね。そういえば、このみ姉さんの会社員時代の話ってあまり聞いたことないわね。今度聞かせてよね。ただいま。あら、荒れてるわね、フーカ。彼氏にデートでもすっぽかされたの？おかえり、このみ。それがね、フーカの彼、
他に奥さんがいたんですって。つまり既婚者だったってこと？そうなの。それで今日別れてきたって。はあ、相変わらずの不幸体質ね、風花。結婚の約束までしてたのに。レイカ、おかわり。お酒はもうダメです。その代わり、風花ちゃん、キュキュキュどうして急に抱きついて。台本と違うよ、レイカちゃん。わかりました。レイカちゃん、お手柔らかにね。うん、嫌なことは眠って忘れるのが一番です。今日はみんなでこの字になって眠りましょう。よ、4人でこの字に。うん、なるなる。私が真ん中の棒だからね。アドリブにちゃんと対応してすごいわ、風花ちゃん。毎日毎日仕事ばかり。どこかに私に釣り合う男はいないかしら。この海、すごいものを手に入れたの。セレブパーティーへの招待状よ。セレブパーティー？この機会にセレブになって人生を変えましょう。セレブ王子を捕まえて玉の腰に乗るの。玉の腰。セレブになればあの人を見返せるかも。わかった、そのパーティー参加するわ。楽しそうだし私も参加します。ちょっと待って、みんな落ち着いて。私たちがセレブパーティーだなんて、そんな。こんなチャンス二度と来ないわ。白馬の王子が迎えに来ないなら自分から迎えに行くの。自分の手で夢をつかむのよ。夢？そうね、風花のことも心配だし。決めたわ、私もパーティーに出席する。この前のエレオノーラ役も楽しかったけど、こういう自分に似た役も面白いわね。私もすっかり感情移入してしまいました。演技をする上では良くないのかしら。そうだ、今日は飲みましょうよ。女磨きのための作戦会議。いいわね。あー、でも私はもう少し残って練習するわ。1話は私のセリフ少し多めなのよね。私ももう少し残ります。ドラマへの本格的な出演はこれが初めてですから。そう？じゃあ先に私たち玲香ちゃんの家で飲み会の準備しとくわね。無理はしないだよ。不思議な感じです。なんだか別の人生を歩んだ場合の私になりきっているというか、いろんなところを重ねてしまいますね。でもドラマの中の香りの方が立派ですけど。
プロデューサーさんがいないのに新しい世界に飛び込もうとしているところです。新しい世界に続くレッドカーペット、私一人では歩き出せませんでした。まあ、それじゃあエスコートはしてくださらないんですか？まずは私たちがアイドルとしてドラマの好みたちに負けない輝きを身につけないとね。さあ、明日からも磨き上げるわよ。私たちだってまだまだ花盛りなんだから。準備はいい？いよいよお楽しみのあれに行くわよ。あ、プロデューサーさん、実はこの前リオさんがおすすめのエステを教えてくれたんですよ。ドラマでもエステに行くシーンがありますよね。でも私たちこのみさん以外はエステ未経験で、だから今日はみんなで予定を合わせてエステに行こうってことになったんです。あ、いいこと思いついちゃいました。プロデューサーさんも一緒に行きましょう。でも男の方が受けられるメニューもあるみたいですし、とってもリラックスできるそうですよ。ストレス発散にもとってもいいと思うわ。この際だし一緒に行かない？おーい！リオさんがエステティシャンさんは魔法が使えるって言ってました。どんな人体マジックがプロデューサーさんに起こるか今から楽しみですね。なんだかいつもよりちょっとかっこよく見えますよ、プロデューサーさん。プロデューサーさん、その私も少しは変わったでしょうか、プロデューサーさん。よかったです。このみさんは小学生みたいなお肌だってエステティシャンさんに褒められてましたね。ギギ、こ
子供扱いされてるみたいで、あんまり褒められた気はしないけれど、まあ日頃のお手入れの成果ってことよね。ふんうん、さあシアターに帰って今日の稽古よ。あのプロデューサーさん、私のお相手役の男性なんですが、これはどなたが？もちろんエステでお肌もバッチリなスベスベデューサーさんが適任だと思います。そうね、私が男性役をしてもいいんだけど、せっかく本物がいるんだもの。雰囲気も出ますしね。プロデューサーさん、一肌脱いでもらえませんか？なんて。あなたはパーティー会場でご挨拶してくれた、そうだ、バナナ商事の北王子さん？それはどういう…盛り上がってきて、なんだか演じてて汗かいちゃいますから。セレブパーティーをきっかけに、みんなワンランク上の新たな出会いの連続ね。この身の前には、そんな彼女を支えたいっていうやり手の政治家秘書が姿を現すし、パーティーで注目される風花と総一郎の再会シーンとか、早く本番で演じたいです。よりを戻したくなった総一郎に向かって、こうやって。総一郎さんのその気持ち、昨日までだったら嬉しかったかな。いい女になれてると思うわ。やるわね、風花ちゃん。ありがとうございます。あとは麗華が自分に寄ってくる男性たちに相撲をさせてデート相手を決めるシーンも気になりますけど。
任せてください、プロデューサーさん。今からきちんと稽古をつけておきますね。あのプロデューサーさん、次はセリフきちんと言えるように練習しておきますね。はい、次はプロデューサーさんがお相手でも最後までできるように頑張ります。打ち上げに参加してくれてありがとう、プロデューサー。長いようで短かった4人のルームシェア、最後はパーッと騒いじゃいましょう。このみさんは日本酒、ふうかちゃんはビール、れいかちゃんは何でも好きお酒の好みからおつまみの好みまで、今となってはお互いにバッチリですね。そうね。そしてかおりちゃんは白ワインよね。そういえば私たちが歌う主題歌のお披露目ライブが決まったんですよね。で、私の作ったあれの煮物、どんどん食べてください。あ、よかった。今日は当たりのれいかちゃんだったみたいですね、プロデューサーさん。一緒に暮らしてわかったんですけど、れいかちゃんの料理の成功率って 50% くらいみたいなんです。いろいろと忘れられないれいかちゃんのお料理とも今日でお別れなのね。なんだか寂しいわ。れいかちゃんがお部屋を貸してくれたおかげで、みんなの結束も強くなって、ドラマの雰囲気もつかめて、本番の撮影にも自信が持ててきましたありがとう、れいかちゃん。えへん、遠慮せずにまた来てくださいね。いっぱい掃除できるようにして待ってます。あれ、でもプロデューサーさんこそもっとえっへんって胸を張っていいんですよ。胸を張るっていうのはそういうことじゃなくて、はい、かおりちゃんからお願いね。このみさん、もう。あの昨日の夜みんなで話したんです、プロデューサーさんに気持ちを伝えようって。みんなでドラマに出演できると聞いたあの日から、こうして楽しくクランクインを迎えられるのも、プロデューサーさんが私たちのためにたくさん頑張ってくれたからだって分かってます。オーディションに合わせてユニットの企画を練って、スタッフにも熱心に掛け合ってくれて、プロデューサーさんはいつも私たちを楽しいところに連れて行ってくれます。本当にいつも本当にありがとうございます。でもこれが
よろしくお願いしますね。よかった。これで言いたいことは言えたし、さあパーッと行きましょうか。あ、ところでプロデューサーさん、私たちのユニットってまだ名前が決まってませんよね。あら、いいの？それならとびっきりアダルティでセクシーでゴージャスなユニット名がいいわ。そうですね、そういうイメージの方がドラマの内容にも合っていると思いますし。アダルティでセクシーでゴージャス、例えばエステで感じたラグジュアリーって言葉を入れたりとか。うーん、なんだかキラキラって感じですね。そうだ、それじゃあ私たちを見てくれる皆さんにもラグジュアリーなあの雰囲気を届けるためにフォーラグジュアリーなんていうのはどうでしょうか。あ、フォーは私たち4人のフォーっていうことにもなりますね。いいわね、それ。それじゃあ私たちはフォーラグジュアリーってことで決まりね。素敵なユニット名が決まってよかったです。みんな、これからも一緒に頑張りましょうね。ええ、アダルティな花を咲かせなくっちゃね。皆さんお疲れ様でした。それでは無事にクランクアップを迎えられたことを祝って乾杯。それにしてもあのパーティーゴージャスだったわね。本物のセレブパーティーもあんな感じなのかしら。パーティー衣装もとってもきらびやかでしたね。セクシーすぎないか気になりましたけど。あ、それで思い出したけど、プロデューサー、撮影中風花ちゃんの胸元ばっかり見てなかった？もうプロデューサーさんってば本当にエッチなんだから。でも本当に楽しい撮影でした。レイカちゃんのアドリブにはいつも驚かされてましたけど、おかげでアドリブにはどう対応すればいいのかとっても勉強になった気がします。かおりさんに褒められちゃいました。あ、プロデューサーさんも褒めていいんですよ。はい、とっても楽しかったですよ。こんな楽しいお仕事ならまたやりたいな。楽しくてつい飲みすぎちゃったかも。酔い覚ましにちょっと外で風に当たってきますね。私も少し顔がほてってしまって。一緒に行きましょう、風花ちゃん。風が、ああ気持ちいいですね。そうね。
プロデューサーさん、私今回のドラマ撮影でちょっと反省したことがあるんです。はい、私の役風花って不幸体質にもめげず、自分を励ましながら前へ進むけなげな女の子でしたよね。風花を演じてみて、私セクシーなお仕事を恥ずかしがってばかりじゃダメなのかもって。あ、正統派に憧れているのは変わらないんですけど、でも前向きになることも時には必要かなって。それに私にはいつもそばで私を励ましてくれるプロデューサーさんがいるし。また水着ですか？あ、でも香織さんと一緒なら私、香織さん一緒に出てくれますか？私は風花ちゃんほどセクシーじゃありませんけど、お仕事なら精一杯頑張ります。はい。やっぱりプロデューサーさんってお優しいですね。ね、風花ちゃん。そうですね。ありがとうございます、プロデューサーさん。あ、三人とも、リオちゃんが近くまで来てるって。何かコンビニで買ってきてほしいものとかある？了解。大人の夜は長いもの。みんな、たっぷり楽しみましょうね。このみさん、このみさん。こういう時って、今夜は返さないぞ、って言うんですよね。レイカちゃん、そういうセリフは女の子が、うん、言っちゃいけないなんて、そんなことないわよね。私だって同じ気持ちだもの。というわけで、今夜は返さないわよ、プロデューサー。あ、そうだ。みんなの好きなものは共同生活の中で自然と覚えましたけど、プロデューサーさんの好きなものって何だったんですか？そうですね。私もプロデューサーさんのこともっと知りたいと思ってました。夜はまだこれからなんですから、私たちにたくさん教えてくださいね。